アニメスタイルサークル A。 この番組はオリコンゲイステーションの提供でお送りします。おかゆこと佐々木優香とやすしオンデマンドの黒野ゆうすけです。みんな私にバキュンって。誰か今なかったくしゃみしませんでした誰か。バキュンの後にくしゃみした人がいます。あの人いつもね笑ってますけど。くしゃみ担当の人ね、うん、親父が若い頃見てたアニメの重箱の隅をつついてハンターチャンス担当。そうですよ。いつもライディーンと歌って入るからと思ったけど、そのタイミングはなくした。もうせっかくですから歌いましょうよ。ライディーン。もう無理な間でしたよ。無理ですよ。無理ですよ。間的に無理。あのボケで噛んでもう一回ボケようとしてると同じですよ。無理だ。滑り笑いにすらならないです。はい、というわけでね、勇者ライディーン、うん、これね、ちょっと調べたら面白い裏話が。あ、ライディーン、また今日も紹介していただけるんですか。はい、1ヶ月間ライディーンなんで。ほうほうほう。はい、いきますね。ですね、当時って、ユリ・ゲラーさんとかが、すごいブームだった。スプーン曲げとか。スプーン曲げの。うん、ああ、はい。に、代表である、超常現象ブームに便乗する形で、実は、総監督の富野茂樹さんが、海の鳥トンでも得意とした、電気ロマンを狙った企画だったらしいんですよ。そうなんだ。電気ロマン？要は、勇者ライディーンを使って、オカルト的な話にしようとしてたらしいんですよ。実は。オカルト的な内容ではないんですよ。もうロボアニメですよね。普通のロボでも、ロボットアニメの、勢いというのと伏線やキャラクター設定を生かしきれず、うん、シリーズ展開も混迷した末に総監督の交代となってしまったと。でさらに、そのオカルト路線が当時の株主のね朝日新聞さんが、はい、スプーン曲げなどのオカルト現象は迎合せず、徹底批判するっていう、キャンペーンをしてるらしいんですよ。キャンペーン？朝日新聞がね。要はそういう、もう要は反スプーン曲げみたいなことをやってたらしいんですよ。そうするとさ、ほらそっち系でもうアニメ作ったら怒られるじゃん。じゃあもうその局の思想みたいなところから。そう、はあ、はあははあ、で、反したことから超常現象などの描写を封じる路線を余儀なくされたと。なんかすごいでしょ、大人の事情で。大人の事情でこんなに変わるの、うん、でね、この後ね、富野さんがインタビューで言ってるのが、はい、もともとはね、先行するマジンガー Z やゲッターラボなどとの差別化を図るためにスポンサーの了承の下でオカルト設定を取り入れて企画されたんだけども、うん、3話までの作画、の話が固まったところで、後から決まった放送局プロデューサーから、オカルト色排除の業務命令が出されたと。はあ。要はもうオカルトで作るって言って初めて3話まで作った段階で、はい、放送局からいやオカルトダメだよって。3話まではその企画で。僕アニメの裏ちょっと知ってるんですけど、うん、結構大変ですよ、そっから、うん、ね、3話でできてからだから監督交代までいっちゃうの。監督交代まで要は、富野さんは下ろされるんですよ。はでね、やむなく4話目から路線転換を図りコミカルな要素も盛り込んだ追加開通劇の王道への修正を行うが、それ後もちゃんと直ってないとさらなる直しを要求する放送局と局の言いなりになるなと反発する制作現場と。そして、ダリデスポンサーなど富野さんがね全部板挟みになってまとめきれず辞めちゃったと。はじゃあ DVD とか分かんないですけど、うん、1から3はちょっとオカルトっぽいのか、うん、じゃないですか。でその後も多少は続いてるんじゃないですかね。徐々にちょっとなくしていこうみたいな。徐々にコミカル路線に。そりゃそうですよね。今のアニメの世界にだって一つだけの花はある。ちょっと
面白い話でしょ。まあよくありますけどね、あの曲側と制作現場がこう喧嘩するみたいなことね。前を言っても銀魂をね、いつもしましょう書かれてるってプロデューサーが、うん、やりすぎだって。でも発想としてはガンダム、あ、ガンダムじゃねえ、あのマジンガーとかゲッターはまあまあロボじゃないですか、うんうん、でそこに差別化を図るためライ、そう、ライ、オカルトですよね。そう、超常現象を入れようとしたらそれが却下されたと。だからなんか今で言うとエヴァって単純にガンダムとの比較で、まあ、ガンダムは政治的なイメージとか、まあ、ロボのイメージあるけど、エヴァってなんかちょっとオカルトちょっと入ってるじゃないですか、そのもしかしたら先駆けになった可能性もありますよね、うん、ライディン、修正されてなかったら。そうですよ、だから僕もあのほら3話までしか、だからそのオカルト要素ないから、オカルトのイメージはないんですよ。そうですよね。で普通に本当にもうロボットで戦ってガンガンっていう感じなんですけど、実は本当は違う方向から作りたかったらしい。おもろいな、そう、あ、それはすごいですね、うん、その変わる場所だから3話と4話を見てみたいですよ私。あ、でもね、でもね、ちょっとずつだと思うのよ。現場としてはやっぱり残したいって気持ちが絶対あるはずだから。あ、うん、いやだって、まあ、僕タイガー&バニーって 今やってるやつあるんですけど、僕まあその知り合いいるんですけど1年前からやってますよあれ。うん、1年前から作ってやっと今期、出たわけですよ。だからアニメって基本的にそういう、まあ何でもそうだけど、すごい年月かけて世界観とか作って、やっとねこれを書いてくださいとか話になるじゃないですか。それでね、いきなり3話でちょっとそこをやめましょうみたいな。そうですよ、きついですよね。いや面白いですね。昔ってね、ほらワンクールじゃなくて52話とかだったじゃないですか。そっか、すげえ。それは、あ、まあまあでもある意味3話でよかったですね、50何話っていうスパンで考えると。まあまあね、20話ぐらいまで。でもその話を聞いたように作り込んだ上で、もうこういう風にしようっていう感じで、もう決めてたのに、もう多分先々のことまで考えてたと思うんですよ、それを。そう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 、まあでも多分だけど、今のアニメに比べればもうちょっと単シンプルだったのかもしれない。今はもっとこうやって最後の子でオチをつけてどんでん返ししようとかまで考えるけど、昔はもうちょっと単純だったから、まだ修正が早かったのかもしれないですよ、もしかしたら。まあ、監督が変わったって言ってるから、まあそれもあったんでしょうね。同じ監督だったらなかなか難しいですよ。同じ監督で多分半分ぐらいは言ってるんですよ。あ、本当に監督、23、20ね、これ見る限りですね、富野さんの最後の監督が23話、50話ぐらいあるうちで、全部でね、もっとある50話でしたちょうど。で、見た限り最後の、富野さんが監督してる作品が23話目ですね。まあ、これを見る限りこの辺にこう交代になったのかなっていう。富野さんで、富野ゆき、あ、分かった。1話から26話までが、富野さんです。あ、結構やりましたね。半分ガンダムの富野さん。富野さんです。で、1話目の監督が富野さんで、第2話は安彦さんですよ。キャラデーの、はあはあ、でもこの頃からも2人は組んでて、はあ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 、そっか、すごいな。ですよ、それの話が面白いですね。面白いですね。いや、事情はありますよ、いろいろと、あるでしょうけどね。ですよ、面白いね。あの、僕これ、まあ、多分言っていいやつだと思うんですけど、あの曲の事情とか、あの時勢の事情とかなんですけど、あのタイガー&バニー僕推してるんですけど、サンライズですね、同じで。ちょっと最近あの生肉問題っていうのがあって、それちょっと牛角さんもあのちょっとそういうの出しちゃったらしいんですよ、食中毒みたいなの。でタイガー&バニーのキャラの一つに牛角ロックバイソンつって、あのタイガー&バニーっていうのはあのスポンサーロゴを胸につけるとかいうので有名なんですけど、牛角ってのスポンサーのキャラがいるんですよ、嗅覚ドーンって、はい、でちょっとかなり揉めたらしく、あのそれどうすんだと、モザイクかけるのかとかカットするの、いや本当にもう入れちゃってるから、もう自粛っていうか、もうキャラだから、それで、でも大丈夫になったらしいですよ。だからそういうのもね、アニメの中だけじゃなくて、そこ外からの何かで
変わるってことが、ね、そのライディもそうですけど、多分今後出演減るんだよね多分ね。いや、多分わかんないですけど、そこまで聞いてちょっと聞いときますんで、あれ銀魂も私今日ウィキペディアちょっと見てきたんですけど、あの引きこもり立てこもり事件みたいなのがあった後に、あの銀魂でちょうど原作でもそのまんまだったらしいんですけれども、アニメでも立てこもりのシーンみたいなのをちょうどアニメでやったらしいんですね。でみんなはちょっとニュースとかに切り替わってて、まあ、大きな事件だったんで切り替わってたらしいんですけど、銀魂は通常通りに放送して、でしかもその事件がやってるのにもかかわらず立てこもりのアニメをやったっていうので結構話題になったとか書いてありますね。あ、そうなんだ、うん、あテレ東さんでしたっけ。テレ東ですね。あ、無敵ですねテレ東さんは。ちょっとここでは言いませんけど、今回審査の時も思いっきり怒られてましたからね。あ、本当に、うん、難しいですよね、うん、まあでもね、まあでも単純に一視聴者目線で言うと、うん、まあまあ選挙とかだったら全部選挙になっちゃうから、うん、もうどこも一緒だよみたいなのがある、うん、そこでテレ東さんがアニメやってると、だって世の中にいるのは大人ばっかりじゃないですからね、うん、アニメ見たい子供もいるから、うん、テレ東さんがアニメやってるとホッとするみたいなところはありますよ。いや、それ本当ですよ。みんな選挙、子供が選挙とか見ても意味わかんないから。わかんなかったもん、私。そこで銀魂とかやってたら嬉しいですよ、うん、単純に、ね、嬉しい嬉しい。ただ、その、まあ、かぶってるっていうので、ね、まあまあね、いろいろ問題はあるでしょうけどね。でも銀魂強いなと思いました。まあね。すごいよね。いやでも結構本当に銀魂って今までのアニメよりかはるかにもうちょっと画期的なことやってるんで、例えば本当に、うん、オープニングを最後に持ってきたりとか、オープニングの言ってましたね。そう、この間なんかオープニングの途中で出てきて説明をして、でもっとオープニングをやり直したりとか、そういうのもあったりとかね。本当すごいですよ。本当新しいですよね、うん、一番すごかった時はオープニング流さなかったからね。確かになかったかもしれない。2回流したみたいな。2回流、来週、それで2回流したんですか、うん、本当に、すごいな、おもれーな、とにかく銀魂は本当にね、だからね、 DVD よりかリアルで見た方が面白い。 DVD はその中で分かりにくいのよ、編集やっぱり編集は今は CM ができないじゃない、CM も遊んじゃうって。CM ありきでのなんか面白い、そう A パート、B パートとか、そう B パートの後にお聞きに入ったりとか、そうするんで。うん。おもろいっすね。ということでね。うん、はい。そういうわけで、また来週にまた。はい。ワイトはカカカレと岡由子と佐々木由香と安志オンデマンドの黒野祐介でした。